入ってねえわ。はい、どうもこんにちはです。さあ、2本続きをやっていこうと思います。いきなりミッションに入りました、すいません。水晶レベル62、習いの中でからです。声が入ってると思って喋り続けたら、実はマイクの音声入ってなかったというね、何度も言えない感じでございますけど、はい。ネットワークつなげといて、アムリタ39万溜まってるので上げてこう。もうこれ上げなくていい気がする。あー、でもどうなんだろうな、気力回復速度が上がるのか。でも気力回復速度だったらこっち上げた方がいいのか。4、2、4。あー、でもなー、なんだかんだこうだな。あれ敵だよね。あやかすいがいるんだって。あやかすい、はい。最近やってなくてですね、やってないことはないんですよ。やってはいるんですよね。ただなんだろう、あればっかやってましたね。大間がときミッションをね、回してましたね。やーべ、危なかった。今落ちるとこだったぜ。あ、よくない。あべ、ちょっとリスキーだったね今の。基本的にはこだまちゃんはいないのでのんびりやっていけますね。やばいな、3時間20分しか取れないんだって今俺のハードディスクちゃんが。あ、これ一周してきた感じだ。あとで編集ファイルとか消せいいんだよな。のびりやっています。あれは何だろうね。先下行こうか。崖っぷちを制すもの。へえ。ヤマンバだ。ヤマンバいるじゃん。へへ、一コーラ貸しにしてやるよ。開くのこれ。開くんかーい。落ちろ、カトンボ。落ちたね。家の周りなんかあんのかな。あ、そうそうそう、玉合わせ、魂合わせっていうのかな、をやってですね、僕のあの小玉漢字がついてるソハヤ州のお面をね、ちょっとレベルアップしました。これをすれば今使ってる装備気に入ってればなんか長いこと使えるんだなーっていうのをね、知りました。全然分かってなかったですね。外したぜ。さあサクサクいこうね。さあ敵は何かな。ただのゴリ押し。あ、落ちた。危ねえ危ねえ。最近ね、集団がね気に入っております。ん、こっちでいいのか。
いいんだね、多分。まあ、間違ってたら間違ってたな。さ、あー、おう。よいしょ。戦略、戦略出さない。この下なんかあるだろう。あれ、コウモリで死んだことあんだっけ？あるき、な、あったっけ？忘れたな。うい、戦おうぜソハヤの方か。いい装備落としてくんないかな。こっちルートで合ってんのか。多分下ルート行かなきゃいけないんだろうけど。おお、あやかすい、あやかすい、あやかすい、当たらない。スダマちゃんがいた。スーダマちゃん。待て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 。なかなかえぐいのが。おお、一本で当てら。一本で当てらが。あれだね。常闇の主だ。起きた。起きるのは違くね。おい。あー、これも動くな。これ、これ動くな。おい。動かないの。なあほな。一応飲んどっか。あれ動かないんだ。へえ、動くんだと思ってた。あいつやらしいな。おい。おい。うい。なんか余計なの釣れたな。ああ、よくないね。よくないね。ちょっと撤退しよっか。はいはいはい。はいはいはい。いいですよ。一旦消えていただいて、あの方には。あいつ、あいつ。あいつやり行こう。こっち側にもいたろう。よし、これで武帝は整った。あ、L1R1 を間違えた。ん？あと R1R2 を間違えた。オッケー。あっちか。ってことで、ああ、ボスがいるわ。っていうことで、一回拝んどいて。最近気づいたんだけど、俺結構あれだよね、アイテム逃してるよね。
またいんのかな。あ、いないよ。マジかよ。戦略じゃない。うん。何が。何が出んのかなこれ。赤い点なんだ。大変気だ。赤い点がある。こっちか。おう。カッパ感盗んだのお前。分かったぞ。あ、痛い。お前赤ガッパみたいな動きすんなよ。違った。お？ん？これはどこに向かえばいいんだ？違うね。カッパが盗んだんだ。違う。あらら。違うの？てか、近ったな図鑑めっちゃあんじゃん。64。あ、こっちか。お、なんかいいんじゃん。ほい。あ、痛い。地味に痛い。ヤマンバーッ、ヤマンバーッ、ヤマンバーッ。オッケー、先手必勝。75勝ったやね。75か。15上。うーん、ちょっとする。やばい。あー、やばい。あ、やってしまったにゃ。普通に死んじまった。はーい。元のあんたにってことは何かがあったんだな。さあ、ボス戦かな。あー、はいはい。おーっと、いてー、なんてこったい。なんてこったい。NEXT。 お、ちょっとおっぷね。オープね。
NEXT。 待って、でかくね。やばい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 。ちょっとギリギリを、ギリギリ攻めすぎた。達成した。ラッキー。おぶね。盗み、殺し、何でもやってやる。ああ、だから誰かがそう、あの鬼になっちゃったんだな。知らないけど。おう、買ったんだ。すごいね。17分で終わったよ。属さえあえぐこの乱世、嘆いている俺だけでは終わるまい。新しい世を築くためなら私、わしは流血をもいとわぬ。たとえ身内であってもな。この方の魔法美としてお主に譲ろう。おはようございます。ネクスト。あー、広伸びた。うつろわざる者、三つやったら終わろうかな、今日は。この前行った村覚えてる？村の周りで最近幽霊を見たという噂が立っているの。袋のあやかしはもういなくなったぞ。何が起こってるか気になるけど、相手があやかしで私の出る幕はないわ。あ、幽霊じゃ。はーい。幽霊ってことは大体あやかしだから、あんた来なさいやって話なんだけど。何が出てくるんだろう。あー、逆走系か。逆走系苦手なんだよな。知ってた。おお、おっと、おめえら、サンキュー。言ってんだっちゅね。マジか。さすがにめんどくせえな。ちょっとこっち側でやろう。一人一人射抜くか。はーい、おーい、グッドラック。でこっちにもいいんだろ。レオン覚えた。おっと、俺のチカタの図鑑を回収させてください。あかん、ちょっと降りてきそう。降りてこいや。すごい、すごい脳筋だったな今。これさ、上から狙ってくる系さ、本当にさ勘弁してほしいよな。さあ、おい、朝礼のろうそくで、これどこに向かいんだ。こ
こっからって結構戻るの大変じゃなかったっけ。あんまり記憶にないんだよな。71レベル、66レベル、だいたい僕と同じぐらいだね。ムミオみたいのいっぱいいすぎだろ。ん？あ？誰？反応したの。おめえか。おい。ダメだった。さあ、この人間、半分脳筋が過ぎる俺。おお、ついてきてた。はい、びっくりした。危な、死んじゃうよ。こいつじゃなかったんだね。なんか飲みようったね。あー痛い。こいつベニグモかよ。しかもベニグモてかソハヤ多すぎない。まあソハヤのとこだからしょうがないのか。これが吹いています。上にはいないね。さあ、正面にいないことをお祈り申し上げて。マジかよ。あぶねえぜ。茶碗をゲットしたぞ。これはまたあの人にちょっと鑑定してもらわないといけないやつだ。あの人もう死んでるって話なんだよな。気づいたらびっくりしたよな。あ、こっちには行けないんだ。ここなぁ、マジで迷ったなぁ。わけわかんなかったもんなぁ。てかもうさ、このさ、常闇の主がさ、延期さんってことはないの？あいつだね。あいつかぁ。あいつ結構素直だからなぁ。開いて、踏み打ち、オッケー。さあ、他の妖怪をしっかりやりましょう。こっちだな、正解ルートは。ただあいつはやった方がいいってことだな。先回りを見ようね。いないかな、大丈夫かな。飛んだ伏兵がいるからな。やべ、うぅ、レトビー。あ、そうか、
妖怪技使ってかねえと。オン&センド。お主の頭をわしらと共に並べてくれんか。ふく、冗談じゃ。だいぶ能力開花できるようになったね。ちょっと一回、あー、カラステング、よくない。ちょっと待って、お前ら一旦ストップしよっか、一旦ストップしよっか、お前ら。あー、お前よ、てってって、ちょっとカラスこっち来いよ。ワン、ツー、はーい、ジャンボ。はーい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 、はいけー、はいけー。だいぶな、カラス様は。なんかいるだろうこれ。あー、いた。おい、ワン、ツー、ジャンゴ。反対側行こう。カラス先輩マジ吉。あれか。おい。発射。菊一文字。おお、出た、俺こいつ苦手。マジかな。あっぶね。一個飲んで。俺さ、編集してて思ったの、めっちゃギリギリの戦いしてるよね。半分なのに飲まねえとか結構あるっていう。あれなのよ、無傷で倒せれば戦薬落としてくれるから大丈夫だろうっていうね、謎の考えなんだよね。あとそもそも戦薬にね、在庫ないからさ、タイミング的に。だからなんだけどさ。ああ、いったわ。ああ、この先一つ目鬼とかいない？一つ目鬼じゃない、一つ目小僧とかいたらやだな、嫌いなんだよな。縁起がいて、縁起設計やろう。ああ、戦薬出たなら飲めよかった、もったいねえ。何がグルーっつってんの。ああ、いった。最近お前上にいること多いな。なんかすごい猿みたいになってる。猿なんだけどさ、相手。おい、ああ、八つの神。
お、あ、あ、あ、見えてなかった。そこにいたのか。わあ、ショック。あ、帰ってきた。ラッキー。カラス先生いない？お、いない。あ、いたわ。やってくるかな。大丈夫だね。ちくしょう。あれ？ああ、なるほどね。いったわ。寝とけこの野郎。いやー、死ぬ。全部食らった。はい、飲んじゃおう。あれ、どこだっけ。あ、いたわ。おい、このタイプ苦手なんだよな。あさあ、どこにいるんだい。あ、いたわ。普通にいたわ。ちくしょう、俺にやれるとは思わなかったぜ。まだエンキさんいない。これ帰ってきた、帰ってきてんな。こっちだ。違うな。こっちか。銀の青玉。あ、いらっしゃった。どんだけいいんだよお前ら。割と延期先生はご利用しが効くんだな。延期により圧殺。カラステングにより残殺。カラステング、カラステングがいるぞ近くに。カラステングがち、あー、これか。なるへそ、なるへそ。この狭いところでカラスとやりたくないな。おいで。おいで。そうだ、いい子だ。そうだ、いい子だ。オッケー。あー、よし。いい子だね。ここら辺まで来れば。あー、取られた。マジかよ。マジか。それ取られんのか。戦略2個。カラステングは近くで戦っちゃダメ。こんな中ね、狭いところで戦っちゃダメね。さあ、一つ目小僧はいないね。よかった。パヤがいる。こんにちは。72。あっ、オープネイ。ふっ。
やば、おっぷね。おめえあれか、なんか飲んでんな。下段分かりづら。気力たま回復しすぎだろ。やべ、うん、うう、死ぬ。あー、マジかよ。くそー、マジか。俺あそこまで行けるかな。走り抜けるか。ちくしょう。走って逃げたらさ、意外とさ、追っかけてきてるね。ワン、ツー、ジャンコ。あー、マジか。全力出せ。出した。リベンジマッチです。おい、イラッとすんな。下段おめえボスだったんかい。嘘だよ、マジかよ。マジか。そう。ちくしょう。あ、そう。わかりました。はーい。だからなんかちょっと強いんだね。ワン落目しちゃったよ。だここだからツー落目、スリー落目か、トータル。ラクミー。幽霊の正体はソハヤの生き残りだった。あんなところになぜずっと。とりあえずお疲れ様。これは解決の報酬よ。受け取って。何よ、こっち見て。なんか言いたいの？私の顔になんかついてる？そう、あと？あと1個やろっか。なんかね、すごいね、配信ミッションとかもあるからね。ちょっと配信ミッションやろっか。今回これラストにします。金ヶ崎での退き戦、噂にたがわぬお手際だったと聞きました。斎藤利三。おめえ誰だ。いえ、特に何も含みはございませんぞ。時が惜しいゆえ単刀直入に見ます。その武勇手合い合わせて拙者にも見せていただきたい。何、拙者の身はには心配には及びませんぬ。秀光、あー、はいはいはい、秀光さんにはお楽しみだ。こいつやのか俺。マジか。なんか携帯が鳴ってるぞ。ラインだった。
おお、ほんとだ、1対1だ。はい、待って、待って、何その、そのよくわからん攻撃は。おお、大立ちなんだね、貴様。おお、何それ、かっこいい、羨ましい。そんな攻撃、なんでそんな連チャンに続けられんの。ちょっと待って、お前さん、何その攻撃。それは何、気力が。うわー、バッドゥ相手待ってね、わかったさ、尋常に勝負。やべ、プレイが雑になってきた。よし、一旦しつこ。それ自分効かないの。大丈夫よな。さあ、配信ミッションなんですが、配信でやります。生配信で。ちょっとね、これね、時間かかるからね、無理だということで、おそらくこれが投稿された日の夜に、配信ミッションやりますので、ぜひぜひ見に来ていただければなと思います。うわー、これきつい、ちょっと強い、ちょっとやってきました。それね、分かりやすく、で、若干心が折れたっていうことがね、分かると思います。最後喋んなかった、処理し。ってことでございました。それではまた、次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。